これが80歳のボディとはどなたを信じるか。そうですね、人はどんなドレスでもこなせる超人。皆さんこんにちは、マリナです。新年明けましておめでとうございます。2020年もよろしくお願いいたします。さあ、今日はなんとデヴィ夫人のワードローブをシリーズでご紹介いただけるということで、それではデヴィ夫人どうぞ。皆さん明けましておめでとうございます。皆様はどんなお正月を過ごされましたか？お正月にふさわしいように赤いドレスをお目にかけようと思ってます。全部スパンコールでできております。すごい赤がお似合いですね。かわいい。エルゼアちゃんも一緒でゴージャスですね。今夜は赤をテーマにしたイブニングドレスを目にかけるつもりです。ゆっくりご覧ください。デヴィ夫人は何着ぐらいドレスをお持ちなんですか？いや、数えたことないですけど数百着は持ってます。うわー、すごい。はい、続いては2着目のドレスですけれども、これもまたすっごい素敵ですね。一昨年のクリスマスの時に着ました。クリスマスの衣装で着られたんですね。綺麗。この子はマギーと言います。マギーちゃんです。マギー、赤を着るときはどのようなこう意味合いを意味というのは全然ないんですよ、はい。ただアメリカではクリスマスの時は赤かグリーンに決まってます。赤はやはり華やかですので、目立つということでは赤はいいですね。お腹の周りがスパンコール石ですね。石、はい、すごい。先ほどのはスパンコールでした。今度のは石です。はい、続いては3着目のドレスです。2匹ワンちゃん抱いてますけれども、ダメだっていうのに。かわいい。かわいい。自分を抱きっていう。僕も抱いてって。この子はアリスです。アリスちゃん。エルゼアです。エルゼアちゃん、はい、いや、このドレスもとっても素敵ですね。これはシルクサテンの地に、はい、フィリピンのパイナップルの生地です、はい。パイナップルの生地なんですか、はい、パイナップルの生地なんですか、はい。先ほどとはね、なんかまたちょっと種類が違うような感じで、ね、またこれもすごい上品でゴージャスですごい素敵です。はい、続いては4着目ということで、夫人お願いします。すごい素敵なレースのドレスで、すっごいゴージャスなドレスですけれども、これは見事なレースですね。ねえ、素晴らしいです。赤い石をちょっと入れてます。かわいい。ワンちゃんは白で、この子はビアンカです。ビアンカ。名前の通り真っ白いポメラニアンです。後ろもとっても綺麗。歩いてる時の垂れてるね、後ろの部分が ね、とっても。トレインはね、はい、ちょっと長くしてます。すごい素敵です。あんまり長いとちょっと時代遅れになったりしますけれども、まあ、ハリウッドのねアカデミープライズの時なんか、はいはい、ああいうすごい大きな柄の時は長い、ね、裾を引いて、うん、歩くというのは優雅ですけれど、うん、すごい素敵です。はい、続いては5着目の、ドレスですけれども、これもすごい素敵ですね。これはねちょっとセクシーね、すごいセクシーですね。でもここの足の部分と真ん中のお腹の部分と胸の部分とで薄いレースで、でワンちゃんはプードルとチワワのミックスでレアちゃんって言います。レアちゃん。プードルの父は真っ白なプードルだったんですね。チワワの方は綺麗なベージュだったんですけど、はい、なんとグレーの子が生まれました。これが人間でしたら大スキャンダル、人間でしたら大スキャンダルになると思います。確かに。夫人、ドレスは社交界なのでどれぐらい重要になってくるんでしょうか？ああ、ドレスはね、はい、その方のパーソナリティも表しますし、はい、その方の趣味も表しますし、はい、ドレスでその方の品位とかなんとか全部表しますからね。ドレスっていうのは体のラインがすごく出ると思うんですけれども、すごい素敵に夫人は着られてるんですけれども、やはり何か体の作りがいいんです。そうですよね、はい、スタイルがいいので、どんなドレスでも
これが80歳のボディとはどなたを信じた。そうですね、夫人はどんなドレスでもこなせる超人、夫人はどんなドレスでもこなせる超人ということで、はい、続いては6着目ですけれども、すっごい素敵ですね。私はこのドレス大好きです、はい、ねー、すっごいお似合いです。これはマギーさんに作っていただいた、はい、そうなんですね、お袖も超チン袖で、こういう超チン袖大好き、ねえ、すっごいお似合いです。この胸のところのキラキラはなん、これはでビーズあり、スパンコールあり、赤い石あり、でこの辺にも石つけてますね。ねえ、すごい素敵ですね、はい、一番下とって斜めにすごい綺麗です。夫人は普段はどういったところで、まあ、ドレスを着られることが多いんですか？それは帝国ホテルだとホテルオークラとか、うん、いろんなホテルがございますよね、はい、そこの大きなパーティーですね。そうなんですね、もう東京中の大きな東京中の大きなパーティーに、いや、もうこんな素晴らしいドレスを間近で見る機会がないのでね、視聴者の皆さんもすごい驚いてられると思います。続いてが7着目ですけれども、すごい、このドレスは、はい、もう大夜会の時に着ます。うわ、大きな大きな柄パーティーの時に、すごい豪華でゴージャスですね。重たいですすごい、とっても綺麗です。下がレース？なこれはいいレースじゃないですよ。何段にもなってる。こう真っ赤なチューリップがこう咲いたような感じで、はい、袖がちゃんとこうしてレースになっていて、綺麗ですね、はい。すごいお似合いです。はい、今日はシリーズでデヴィ夫人の赤のドレスをご紹介していただきましたけれども、夫人まだあるのよ。まだあるまだある、まだ紹介していただきます。疲れました。シャンペンタイムにしましょう。はい。はい。ありがとうございます、こんな間近で素晴らしいドレスを見れて、今日はすごく楽しかったです。皆さん、いかがでしたでしょうか？まだまだある。まだまだ。まだまだね、今度はブラック黒のドレスを紹介しますね。皆様お楽しみに、はい、ではごきげんよう。